皆さんこんにちは、マレーシア在住のRilyです。今回はKLに新しくできた、Imperial Lexis というホテルにやってきました。レクシスといえばポートディクソンにね、あのハイビスカスのホテルがあって、そっちがね有名かなと思うんだけど、今回はこちらのホテルのシーフードビュッフェ、夜のディナーにご招待いただきましたので、ご紹介したいと思います。もうお腹好き好きでめちゃめちゃ楽しみなので、早速見に行きたいと思います。めちゃめちゃ豪華じゃない？で、寿司、うわ、私の大好きなあのイクラもエビもあるし、刺身もある。うわ、こんな豪華なビュッフェ初めてだわ。わさびの盛り方めっちゃ綺麗。すごいね、天ぷらもあるし、なんか、まあ、他の人もそうだけどさ、日本人の好みすぎないか本当に大好きなものがめっちゃ並んでるね。え、このお肉やばくない？ビーフだって、うわー、いかつい。で、この下のソースもあれだ、ろうそくで温まってるんだ、こだわってる。このチーズやばいでしょ、さすがに。初めて見たよ、こんなの。こっちはインディアンコーナーだって。あー、ロッティもあるし、いろんな種類のさ、カレーかけて食べたくなっちゃうね、これ。うわー、うまそう。はい、興奮する。見て、かわいい。すごくない？これ、めっちゃ綺麗。芸術だよ、スイカとメロンだ。綺麗。こっち側には私が大好きなチョコフォンデュみたいな、ホワイトチョコと、しかもこっちにはミルクチョコ、食べ放題だよ。マレーシアならではのかき氷だ。チェンドル自分でトッピングして作れるんだ。で、もちろんフルーツもいっぱいあるし、マレーシアらしいさ、ランブータンとかピンクドラゴンフルーツとかたくさん並んでる。こっちはドリンクコーナーだって。すごい映えてるよ、ライトアップされてて。見てこれ、ホテル名がさ、焼き印されてるココナッツ、かわいいよし、一通り今見終えたから撮っていきたいと思います。ねえ、何から食べよう。とにかくさ、私さ、あっちのお肉とかあのチーズとか気になっちゃって、今シーフードコーナーちょっと混んでたから、この辺食べたいと思います。ちょっと気になるのどんどん取ってっちゃいます。牡蠣もさ、食べたい。もうどうしよう、食べれるかな、そんなにいっぱい。今お腹空いてるから目が欲しがってる。一旦第1段階目はこれで OK です。やっぱりさ、シーフードはすごいね、お人が一番人気。ちょっとここも後回しにして他を狙いたいと思います。ドリンクゲット。いよいよシーフード、
来ましたね。このサーロブスター食べたいよね。見てよ、身がぎっしり。うわうまそう。ちょっとね、牡蠣食べたいけど、私は一応火が通ってる牡蠣にしちゃいました。あのね、こっちの方が好きなんです。だから生のホタテちゃんとかカニも大好きだから、カニの方に今日は行かせていただこうかなと思います。見て、すごいよこのマグロ、すごい綺麗だね。いただきます。やばいやばい、よだれ垂れる。いやーマジで興奮しちゃったよ。あ、ジュース美味しい。まずはイクラとサーモンの刺身いただきます。サーモンもやば。マレーシアってさ、サーモンすっごい美味しいなと思うんだけど、どこで食べてもね。ここのやばいわ、めちゃくちゃ脂乗ってる。これはカツオかな、漬けみたいな感じです。うん、うん、すごいわ、お刺身めっちゃ新鮮、うますぎ。ちょっとさ、カニとかエビとか早く食べたいけど、手で抜かなきゃいけないからさ、その前にお箸で食べれるのをね、思いっきりいっちゃおうかなと思ってます。このさ、チーズのホタテ食べたかったの、これでかっ。うおー、もう食べる前から分かるもん、美味しいの確定してる。めちゃくちゃ美味しい。美味しい、これジュース一つとっても美味しいし、いやー最高だ。次はこのサーモン、ホワイトソース系のやつかな。そう、最近サーモンがさ大好きすぎて、よく家でも食べるんだけど、このホワイトソースも惹かれちゃうよね。うーまっ。これはちょっとビュッフェクオリティじゃないぞ。この大きい塊のお肉だった、ローストビーフいただきます。ソースもいろんな種類あって迷っちゃったね。うん、柔らか。初めてこんな柔らかいローストビーフ食べた。お兄さんがココナッツどうって回ってきてくれて、さっき言ってたやつ、もらっちゃいました。あ、すごいもりもりココナッツジュース、いただきます。めっちゃ冷えてて美味しい。そう、これ外でよく売ってるけどさ、なかなか冷えてないからさ、ちょっとね、なんか渋みみたいな感じる時あるけど、いやー冷えてるからめっちゃ美味しい。口の中がリフレッシュされます。まだまだご飯の途中ですが、ホテルの客室やバーもやばかったので、ほんの少しだけご覧ください。私は絶対に泊まれないであろう最高級のプレジデントスイートルームも見させていただきました。それがこちらです。うわー、すごい、鳥肌立っちゃうんだけど、広すぎて。このプレジデントスイートは2つプールがついてんだって。バスタブからはケールタワーが見える。ウォークインクローゼットもあったりして、もうトイレからもツインタワーが見えるっていうね。かっこいいトイレ、ケールで一番クールなトイレなんじゃない。でも広すぎちゃって迷子になっちゃうよね。最初で最後でこんなにすごい部屋入れるの。いや感動、もうぜひぜひ泊まってみたい。泊まれるように頑張ります。なんかちっちゃく感じちゃうもんね、もう。普通のホテルの客室にもプールがついてます。最高だね。上の階にある日本食レストランを少しご案内していただいたので見ていきたいと思います。ツインタワーとケールタワーとダブルで見える、すごくいい眺め。
新しいホットなスポットだね。わたちが、キッズたちもね楽しそう。ではいよいよロブスター行っちゃいます。見て、うわやばい、もう一生に一度あるかないかぐらいの贅沢をしてる気がする。うわこんなのロブスター外でさ買ったらいくらになるのよ。いいよこれをビュッフェで食べれるって。いただいちゃいます。こんなでっかいの。なんかさロブスターお肉食べてるみたいなぐらいギュッて詰まってる。いいロブスターだね。わかんないけどそんなにいっぱい食べたことないけどさ、こんだけ詰まってるのってめっちゃ高級よね。てかそもそもビュッフェにさロブスターがあるってさ信じられないね。これはちょっとケールでマジで今一番おすすめしたいレストランかも。レストランまあもちろんね贅沢だけどさ、なんて言うんだろう、贅沢をしたい時にぜひとも体験してほしいレストラン。最高だよ。牡蠣のチーズ焼き、牡蠣のチーズやばいめちゃくちゃとろける。あーおいしい。一気にビーチに連れてかれる。ココナッツ好きにたまんないわ。さっき作っていただいたピニャコラータめっちゃおいしい。次はじゃ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 ーん、シンガポールチリクラブです。いただきます。うまー、この味付け最高。チリクラブだけど本当にピリッと辛いぐらい、甘みの方が強いね。絶対チリクラブ食べるべき。カニ剥いたりロブスター触ったりするのに手洗いたいけどどうしようっていう感じだったんだけど、あのお湯持ってきてもらいました。いいね、助かる。これありがたい、考えられてるね。あとは私が大好きなロブスターのビスクスープもいただきます。こういう茶色いスープ、飛ぶわ。ありがとうシェフっていう感じ。うますぎる。これさ毎朝飲みたい。もう本気モードでカニ食べ始めちゃった私のママがさカニ大好きでさ、よく実家で毛ガニを一緒に食べてましたママがマレーシアに来たらここに一緒に食べに行きたいと思います。ママまた遊びに来てね、ここに連れて行くからねロブスターにしろさカニにしろ食べやすくちゃんと下処理してあって本当ありがたいです。身が取りやすくね割れ目入れてくれてたりします。ロブスターのビスクもおかわりしちゃいましたもう2杯目
出てくるとさ、もう一通り全部食べたくなっちゃうじゃん。あれも食べたいってなるんだけど、人より食べれる量が多くてよかったってね、そのために思います。本領発揮できますね、こういう時に。皆さん、そういえばちょっとお気づきでしたか、最近私が爆食動画を出してないこと。そんなことないかもしれないけど、ずっと見てくださってる方の中で、久々のグルメ動画ですねとか気づいてくれる方もいたんだけど、そうなんです。最近ちょっと食事を気をつけてて、あんまり食べ過ぎないように心がけてるんだけど、今日はもう解放です。ここぞとばかりに食べてます。夕方6時からビュッフェが開始なんだけど、今8時になってお客さん結構増えてきて、で8時になって今ね、見に行ったらさすがにロブスターはもうなくなってました。このでっかいやつ。チョコフォンデュやっちゃうよ。デザート持ってきましたよ。見てこれ、マカロン。チョコフォンデュもしちゃったし。でさ、これ見て見て、めっちゃ可愛いマグカップ。レクシスのロゴが入った。可愛いマグに、ホットミルク。デザートに合うホットミルクを持ってきちゃった。マカロン、いただきます。砂糖の塊、最高。こんなね、お餅みたいなのもあった。なんだろう、ごまかな。いただきます。あ、黒ごまだ。うん、日本を思い出す味、美味しい。あ、そうそう、ロブスターね、戻ってきてた。また並んでたので、別に時間が遅くなってもね、ちょっと待てば出てくるみたい。可愛いプチシューもありました。うん、ついついね、そうね、全体的に結構甘めかも。まあ私が甘いものばっかり持ってきたっていうのもあるけど、甘党にはたまんない。最高です。はい、というわけでお腹いっぱい食べました。ごちそうさまでした。今回はインペリアルレキシスクアラルンプールの、週末限定ですね、金土と祝前日の夕方6時から夜10時までの間で楽しめるビュッフェなんだけど、料金は大人の方が250リンギット、子供が150リンギットなんだけど、今だけ限定ね、大人が175リンギット、子供が120リンギットにセール、値下げしてます。アルコールのビールとかワインは別途ねかかってくるんだけど、だいたい6000円くらいでロブスターとか全て食べ放題。そう、個人的にはロブスターやばかった。あとチリクラブめちゃめちゃ美味しかったです。本当に皆さんに食べてほしい。このホテルにね、宿泊とかまで行かなくても、このビュッフェだけでも食べる価値大ありだと思いました。本当にお得なので、ぜひこのね安い期間中に、何かの集まりだったり特別な日に、こういったね贅沢を楽しんでみてはいかがでしょうか。興味のある方、ぜひ概要欄のリンクから予約してみてください。ということで、本日もご覧いただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。またマレーシアのお得な情報とかおすすめのスポットアップさせていただきますので、また見てください。じゃあ、バイバーイ。